スタートしまハクサン・レドルフ後方から先行争いはフィアーノ・ロマーノ、マルターザアポジーダッシュがついたマルターザアポジー行きます内から1番、ジョーストリクトリ2番、フィアーノ・ロマーノ外から15番、エイシン・ティンクルがすっと2番手、外に上がりました、ストマリコース2コーナーカーブです。 あとは9番ヤングマンパワー差がなく5番のギベオンでそのすぐ外から並んでいきますマイスタイルは中段の一角です34馬身バグンが切れます12番プリモシーン単独の中段3馬身開いて4番ドーバー差がなく8番のダイワキャグニーそのすぐ後ろ10番のロードクエストストニ16番のキャプテンペリーですチ沿いから6番ヒーズインラブあとは4馬身開いて14番ダイアトリック3馬身後ろ11番の勝ジは後ろから2ー目最後方7番のハクサンルドルフ 3コーナーにこれからかかるところ先頭は3番マルターズアポジーリード、体半分外目2番手15番のエイシン・ティンクルです3番手インコース1番ジョー・ストリクトリ外からは2番のフィアーノ・ロマーノが4番手から3番手に上がって前を追いますその後に5番ギベオン9番ヤングマンパワー内に13番のマイスタイル外からは12番のプリモシーンを仕上げていく400を切りました第4コーナーカーブマルターズアポジーをかわしたエイシン・ティンクル直線コースに入りましたさらにフィアーノ・ロマーノです エイシンティンクルフィアーノ・ロマーノ今度は2番フィアーノ・ロマーノ先頭に変わったリードはサンマシーン外からはマイスタイルさらには追い込んでくる5番ギビオン12番のプリモシーンも追い込んでくるがフィアーノ・ロマーノマイスタイル外から12番プリモシーン横に広がったフィアーノ・ロマーノかプリモシーンかマイスタイルか全く並んでゴールイン最後はこの3頭しかしわずかに打ちか2番のフィアーノ・ロマーノわずかにしのぎ切ったか外から12番プリモシン中13番マイスタイル